computer. Okay. So thank you very much for joining us today. And it is my great privilege to introduce briefly to you Professor Sasaki Takahiro. Professor Takahiro is the director of the Keio Institute of Oriental Classics, Shidobunko, at Keio University. He is one of the finest scholar in Shoshigaku, textual scholarship that I know, and therefore I'm really honored that he has agreed this year again to give a lecture for our summer school. I would like to, if you don't know, this is one of his recent books, Nihon Koten Shoshigaku Ron, and it is really one of the I think standard readings if you want to be introduced to the intricacies and the fascination of textual scholarship in Japan. Professor Sasaki is also, and I'm going to share my screen briefly, is also very well known to many of you. I love this picture of yours, but is also many of you have enrolled to this Japanese culture through Rare Books. It is a free course on FutureLearn, and it really a wonderful, more than an introduction, really. There are, even if you know about Wahon, there is so much information and new discoveries that I really would like you all to invite you to take the time and enroll in it. And there is also this fantastic other module on the art of washi paper in Japanese rare books, which is a wonderful opportunity to actually understand how paper was made, what it is about, the various types, etc. So it is really a privilege to have him here today. I think I've talked already enough. Sorry, I heard somebody's background, and I would like Professor Sasaki now to share his screen, and I leave the floor to him. Thank you very much. じゃあ先生よろしくお願いいたします。はい、モリッティ先生ご紹介ありがとうございました。皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは日本から皆さんにお目にかかれる、こうやって、まあ、オンラインでもお目にかかれること大変嬉しく存じます。短い時間ですけども、どうぞよろしくお付き合いください。それでは私は今日は、若短冊から学ぶ室町時代の崩し字と題してお話しさせていただきたいと思います。今ここの画面にもそのたくさんの短冊が映っておりますけども、こういうものをご覧になったことがおありでしょうか。こういうその和歌だけではないんですけど、主に和歌を書くための細長い紙のことを短冊と申します。その歴史や何かを学んでみたいと思います。すみません、ちょっと一旦これじゃダメなので共有を変えます。すいません。すいませんでした。はい。それでは短冊について説明いたします。和歌会では参加した歌人が懐紙と呼ばれる大きな白い紙に会の情報や歌の題、課題と署名、そしてその題を読んだ歌を書いて提出するのがしきたりでした。公家社会では歌会は頻繁に催されたので、公式な会以外では懐紙の横幅を8等分して、垂直に切断した細長い紙に課題とその歌、そして名前のみを書いて提出するようになりました。この細長い紙を短冊と呼びます。時代や身分などによりかなりのばらつきはありますけども、おおよそ縦35センチ横5センチ程度の大きさが標準のものになります。で、この短冊というのは一種の当て字でして、ここに書いてあるようにさまざまな書き方がありますけども、いずれも短冊というふうに読みます。
でこのちょっと若返し自体も時代によって大きさが随分変わってくるので、これは必ずしも正しい比率ではないんですけれども、こういう、まあ、大きい紙に歌が書いてあるこういうものを懐紙というふうに呼びまして、で正式な会、例えば天皇が主催するこう例えばお正月であるとかですね、その朝陽の節句だとかいう、そのいわゆる節句御節句やなんかの時にはこれを使うんですけども、毎月こう練習を兼ねてやるような会では、このそれをこう8等分して細長く切った短冊を使うというようなことが、まあ伝統としてあったわけですね。で、これからも具体的に説明します。で今日ご紹介するものの多くは、この江戸時代に作られたこの短冊をこう貼り込んだ短冊手鏡というコレクションブックがあります。こちら今指導文庫にあるものなんですけども、加賀の前田家久蔵のものになります。こんなに厚みのあるものっていうのは珍しくて、全部で533枚も表と裏とリバーシブルになっていまして、両面に貼り込んであるものなんですけども、こちらからいろんな例を利用したりもしています。ではまた短冊の説明に移ります。まず歴史的なことです。鎌倉時代後期頃からのものが残っていますが、南北朝時代までは白い紙ばかりのものです。室町時代になった頃から雲紙と呼ばれる上下端、上端と下端に藍色と紫色をすき重ねた、こう白い紙の上に色のついた紙を重ねてすくということですね。先ほどご紹介いただいた和紙コースなんかでも説明しておりますけども、それを用いるのが慣例となりました。で藍色が空、紫色が大地を象徴すると言われており、藍色を上にして用いるのが基本だったのですけれども、藤、萩、牡丹などの紫色の花の台や人の死を悼む哀傷、追善のといったような台では紫を上にするという決まりもありました。これは紫色の雲がたなびくというのは、その死んだ人が極楽に迎え入れられるという、そのまあおめでたい、死は悲しいんですけれども、極楽往生ができるという意味合いがあるので、その紫の雲を象徴して、その人の死を悼むときには、まあ、無事に往生できますようにということで、上に紫をつけたわけです。で今こちらにも上がっているこれは、その上が追善というその台で上が紫になっている例で、これは本当に数百枚に1枚あるかないかぐらいな感じで、かなり珍しいものなんですけれども、まこういう例もあります。で雲紙の短冊が室町時代から一般化するんですけれども、本当に何と言いますか、15世紀ぐらいからですね、こう急にチェンジする感じで雲紙を使うようになってきます。で誰がそのルールを決めたのか分かんないんですけど、その頃から公式な会では雲紙を使わなきゃいけないっていうことが決まりになっているのが残ってる例によって確認できます。でそのことにより、それまでの白い短冊のことを、まあ、区別しなければいけなくなりまして、白短冊と呼ぶようになります。でこの雲紙が一般化した以降もですね、略式な花会、公式じゃない私的な花会であるとか、身分の低い歌人たちの花会なんかで使用され続けました。まあ多分白い紙さえあれば簡単に作れますので、まあ、粗末というのでもないですけども、簡単に利用できるという点があったわけです。で今ここに写ってるのは、この短冊の歴史としてもかなり古い鎌倉時代の終わりぐらいの白短冊の例になります。で白短冊は署名をこうちょっとかなり崩して書くというような、まあ、特徴というかな、まだその書き方が公式なルールができてない時期なので、相当こう名前をこうサインっぽく崩して書くという特徴があります。
で、この白短冊というのはなかなかに難しいものなんですっていうのは、まず古いものが多いんですね。だからその室町時代以前の南北朝や鎌倉時代のものが多いので、当然その骨董的な価値が高い、金額が高い、売買されるわけです。古いということで。で、また白い紙なので、いくらでもそこら、あるので、偽物を作りやすいということがありまして、白短冊は本当に偽物が多くて、なかなか本物を見つけるのはある種難しいところもあります。で、例えばここにあるのは、単純な偽物とも言い難い、古い、鎌倉時代ぐらいの和歌を書いた紙ではあるんですけども、これはもともとは白短冊であったものではなくて、孫延入道親王という、書の名手とされるその人の短冊と交付されて売られてたものなんですけれども、これよく見ますと、確かにこう後で説明しますように、ここに題があって歌があるんですけども、なんか不自然なんですね。で、よくよく拡大してみると、この台の周りがこうなんか繊維がこうギザギザとこう楕円形にこう囲まれているような雰囲気が分かります。またこのここの部分なんですけども、ここ色が少し白くなっているのが分かりますでしょうか。で、実はこの丘の霞というのはもともとここにあったのを紙をこうちぎって、で、ここに移植したっていうかですね、なんかもう皮膚移植みたいなんですね、そういうめんどくさいことをして短冊に仕立てたんですね。で、その短冊って一枚で独立しているものですから、その作品としての独立性というか、そういうことをするということをしたんです。実は本当にこう、まだこの人が短冊があるのがおかしいなと思うような古い人ってのは、大体この手のこう横にあった台を上に持ってくるというような形で白短冊にしたものがとても多いんですけども、これ白黒写真ですとですね、こういうその繊維の不自然さとか色の違いっていうのが分かりづらいので、本当にその写真だけでは判断がつきがたいものがあります。それから短冊と付き合っているとしばしばですね、上に穴が1個穴が開いているものによく出会います。で、これはなぜかというと、花会で提出された短冊は、その花会の形式によるんですけれども、歌の題とか、あるいはその身分、同じ題の場合は身分順でこう並べまして、で、バラバラにならないようにこう上に穴を開けて、このように小よりという、紙で作った紐によってこう閉じてまとめて、バラバラにならないように保存していたんですね。で、これがその本の形にこう正式に写しちゃうと、その提出したものはとりあえず不必要になるので、その後この小よりを切ってバラバラにこうされたり、あるいはさっきの手鏡みたいなコレクションブックに貼り付けたりするという形になっているので、この小よりが残っている例っていうのはなかなか珍しくて、これ僕の持ってるのも幕末期のそんな全然大したものではないんですけど、とにかくここがあるのが命というかですね、結構珍しい例になります。それから花会にはさまざまな形式があるんですけども、その一つのもの、鎌倉時代から流行ったものに短台あるいは探り台などと呼ばれる花会があります。これは短冊の上部にこのようにこう、歌の上手な人、指導者的な人が台を、和歌の題を書きます。課題を書きまして、そしてこの紙をですね、ここに折り目が、これ折り目があるんですけども、こう、台が内側になるように三つ折りをして、3分の1の大きさにします。そういうものをこう並べまして、花会の参加者がこうくじ引きする。それでこう開いて、ああ、自分はこの台かっていうことで、その当たった台を読む、その場で読むというような形式の、歌の訓練になる、即興性というか、その場ですぐ歌を読めなければならないというですね、訓練性の高い、楽しみもある花会の形式なんですね。で、ですので、その短台花会、探り台花会の短冊は、歌を書いた後にも、この折り目は、残りますので、ここにこう折り目があるものはもともとそういう短大の形式の時の短冊であったということがわかると
ということになります。でこれはまあ裏と表、江戸時代のものですけども、こうまあ題だけ書いて実際には使わなかったっていうか、こう余ったのかもしれませんけれども、そういう例になります。それからあと歌合わせというですね、その和歌をこうどちらがいい歌かって戦わせるその文芸的な争いがありますけれども、その歌合わせでも短冊が用いられることがありまして、で歌合わせは参加歌人が左肩と右肩にこう2チームに分かれるわけなんですけれども、その歌合わせで使われた短冊にはこのようにこう台の右側の方にちっちゃく、例えばこれ15の右とかですね、10番左と書いてありまして、そのまあバトルの順番ですね、1番、2番、3番という形で、でこの右肩のグループか左肩のグループかということをこう書いてあるという形のもの、こういうのが書いてあると、ああこれは歌合わせの短冊なんだなということが分かります。でこれもあのこっちちょっと見えづらいですけど、やっぱここに穴がありますので、その順番に閉じられていたということが分かります。だからちょっと面白いのは、これその場で読んでいますので、やっぱ書き損じっていうのがあって、でこれ直したいって時にですね、こう紙の表面こう書いた字をこう削り取りまして、それで書き重ね書きしてるんですね。そのためにここすごく繊維がこう荒れた感じになっています。でそれからこの短冊の書き方なんですけども、基本的な書式書き方というものがありまして、まあ、まず上部に題を書くと、でこの題の文字数によってこう5字だったら 3文字と 2文字に分けるとかですね、まあ、その題の書き方もいろいろあるんですけども、そこはもう今日は省略しますけども、その題を書いて、その下に和歌はまあ31文字五七五七七ですけれども、上の句五七五一行で、で七七を二行でこう高さを揃えて書いて、で七七だと下の句少しこう余白ができますので、その余白のところに名前、姓は書かずに名前だけを書くというですね、そういうその書き方っていうのは公式な書き方でした。でただし、これまた身分制度の時代ですから、公式な歌会では天上人ですね、つまり5位以上、天皇と同じ建物に入れる身分の人は名前だけでいいんですけども、それよりも身分の低い人は姓を書かなきゃいけない。この藤原ってこの書いてあるのは、これは6位以下の人だということは、この名前の書き方からも分かるという。でもなかなかこの、そういうあまり身分の低い人ってそもそもそういう歌会に参加することが少ないので、こういう例も割と珍しいんですけれども、まあ、こういう約束がありました。また、さらにちょっと面倒というかですね、天皇や院、そして女性はまた違う書き方がありました。で、まず、天皇や院、女性は基本名前を書きません。名前のない存在というかですね、持ってるんですけども、紙には書かないという。江戸時代になったりすると女性は裏に書くとかいうルールができたりしますけども、でも室町時代はそういうルールはなかったみたいです。で、まあ、さらにですね、その2行目を一字下げて書いたりするっていうですね、こういうのがあるんですけど、天皇の場合は下げて書いてることもあるけれども、揃って書いてるのもあるので、ここはこう女性は大体下げて書いてるんですけども、天皇の場合はこの名前を書かないということがまあ大きな特徴になります。もちろんあの天皇もあの若い時の親王とかですね、皇太子とか親王の時はあのその親王の名前を書きます。で、その天皇とか、まあ、あと天皇を辞めた院だと書かないというような、そういうその、まあ、約束があったわけです。で、まあ、こちらはあの、このしぐれ台は女性のもの。でこちらは天皇のものであると、これはまあ筆跡や何かからまあ分かったりもするんですけども、それからあとですね、そのこれあの先ほどの探り台ですので、あのこの台の筆跡と和歌の筆跡が異なっているということも確認できるかと思います。で
まあ、このようなものが短冊というものなんですけども、その室町、特にまあ室町時代の短冊で崩し字を学ぼうというのがまあ今回の僕のまあお話なんですけども、それはどういう意味とかですね、メリットがあるのかということなんですけども、まずその崩し字の歴史をこうずっと長く考えてみたときに、あの室町時代の崩し字っていうのは一文字一文字をはっきり書く時代というか、もちろんそれはあの書く内容にもよるんです。手紙とかそんな違うんですけども、書物ですとかそういうものは一文字一文字がはっきり書かれていて、まあ、比較的読みやすいということが言えると。でまた、まあ、室町時代っていうのは江戸時代の前の時代ですので、まあ、室町時代の文字に慣れると前の時代の南北朝とか鎌倉時代の文字や江戸時代の、まあ、初めの頃の前期の江戸時代もこう時代によって、結構文字の雰囲気が変わってきますので、まあ、まだ室町時代の名残がある17世紀いっぱいぐらいの字はかなり読めるようになるというふうに言えます。でさらに短冊というものはそういう提出するものなので、基本的により丁寧に書かれていると。でまたその文字も本に比べると一文字一文字が大きく書かれていますので、まあ、読みやすいと、かなり読みやすいというものであると。ですので、まあ、最初にこう仮名に親しむ時の入門編として、まあ、室町短冊というのは、まあ、もちろんいろんな目的に応じてですけども向いてるところがあるよということなんですね。それから、まあ、今日の後半のお話はここにポイントがあるんですけれども、室町時代は血縁関係の親子とかですね、あるいは師弟関係、和歌とか書道とか、まあ、それだけじゃなくてもいろんな芸道っていうのが日本には古くからありますけど、そういうのはまあ全部お師匠さんと弟子っていう師弟関係が、まあ、仏教もそうですけどもとても大事であったんですけども、例えば室町時代は、まあ、和歌をその師匠について学ぶときに、歌って結局まあ文字で書きますので、あの先生がお手本でこう和歌を書いてくれた本をが届くと、それをこう真似て書くと。書道って言われて先生の字をそっくりに書くっていうところから練習がスタートするので、結局和歌を学ぶとともに書道文字も学ぶという特徴がありまして、それでその、まあ、そういう書道の流派のことを、まあ、書流というふうな言い方をするんですけども、結局その書流を共有するということは、まあ、筆跡が似ているということなんですけども、そういうことが多いんですね。ですから短冊から書道の流派というものを学ぶこともできるというですね。それからその字が似ているということは、こうそういう何らかのこう関係、血縁ないしは師弟関係、まあ、師弟関係の方が多いとは思うんですけども、あったということが分かって、他の記録ではその両者の関係が分からないことが、その字が似てるってとこから、ああそんな師弟関係があったんだというような発見があったりするんですね。で特にその室町時代というのは、まあ、あの武士の時代ですけれども、その、まあ、足利幕府の力が弱かったので、地方 の, その守護大名がこう大変力を持ち、またこう京都の文化を積極的に受け入れて、地方でも和歌を読む武士たちの数が飛躍的に増えた時代なんですね。ですので、こう非常にこうこの人誰って分かんないようなマイナーな人の、まあ、武士の短冊なんかもたくさん残ってるんですけども、そんな誰だか分かんない人でも字見ると、あこれは何流の人だということが分かったりして、じゃあこの先生、まあ、奥下さんについて和歌を学んでいたんだなということが発見できたりという、そういう、まあ、面白さというか役に立つこともあります。それからまあ、短冊を残している人っていうのは和歌を読んでいた人でもありますから、でそういう人はいろんな写本を書きます、写します、本を写します。ですので写本を書写した人物は多く、その短冊を書いている人と重なるわけですね。ですのでその書物の書写者を明らかにしたり、それから筆者を鑑定する、これは誰々って言われてるけれどもが書いたって言われてるけど本当かなっていう時に、その人物の短冊があると、短冊っていうのは基本的にその自筆、本人が書いたっていうのがまあ
たまに誰かに書いてもらうっていうのもあったりするんですけども、基本本人の筆跡なので、その人の字ってのはどういう字かっていうのを調べるときにとても役に立つんですけども、それによって室町時代の写本のこう書いた筆者っていうのが誰だか分かったり、確かに従来言われてる通りであるとか、いや違うというような、そういう鑑定にもとても役に立つんだということなんですね。じゃあちょっとその書流について具体的に確認してみたいと思うんですけども、でこのことはですね、江戸時代の人たちもまあ気づいているというか、ちゃんと分かっていて、その書道の流派というものをこうまとめた便利な本っていうのが江戸時代にすでに出版までされていたりするんですね。でそれがそういう内容のものは写本含めて何種類もあるんですけども、一番簡単にこう今こうネットでいろいろ画像が公開されてもいますので、見たりしやすいものをご紹介しておきますけれども、そういうこう筆跡鑑定だとか、そういうその書道に関する、あるいはまあお茶に関するようなこうものを集めた草書に万方全書というものがあるんですけれども、これの中に一冊にその本朝個室書流、まあ、外の題はそうなっていて、中の題は本朝古今名工室書流っていうものなんですけど、そういう作品があります。でこう中を開くとこういうふうになっていて、その例のよくその書道の名所を日本で三筆とか三席っていうふうに言ったりしますけど、それは誰なんだというような、まあ日本人における一般常識なものが最初に書いてあって、それはまあ別格であって、そこからこういろんな流派にこんな流派がありますよと番号を通し番号をつけて、全部で28あったりします。でこの28はもっと多い本もあったりするので絶対的な数ではないんですけども、まあ、かなりメジャーなところをカバーしているというふうには言えると思います。で、まあ、いろんな呼び方があるんですけど、例えば大師流というのは例の弘法大師空海が祖となった書道の流派と言われている、まあ、多分に怪しいというかうさんくさいのですけれども、江戸時代に大変こう流行ったりした流派だったりしますし、例の有名な藤原定家の定家流ですとかですね、そういうさまざまな流派があるのですけども、一番多いのは室町時代の人物を祖とする流派というものが数的にも多いということが確認できます。でその中で今回ご紹介するのは、まあ、私の研究とも関係するんですけども、飛鳥池というですね、その、まあ鎌倉時代から江戸時代までずっと続いた和歌と蹴鞠ですね、ジャパニーズフットボールを専門にする家があって、この家はまあ書道の家でもあるというですね、日本の公家文化を考える上でとてもまあいろいろいいサンプルになるというか、そういう家なんですけども、そこの室町時代のその書流として、まあ有名なこの飛鳥井正親という人物の、まあ、こういう時代ですね、その人の飛鳥流とか、飛鳥井戸の流とかですね、あるいは映画流、これ法名、出家した名前が映画という人なので映画流と書いてあることもありますけれども、その流派っていうのがありまして、このようにそこに属する人の名前がこうダーッとこう書いてあるわけなんですけれども、でいつぐらいに来てた人とかですね、まあ、なんかこういろいろ家の名前とかこうちょっとしたリストになってるんですね。で、こういう人たちがこの映画流の字を書いた、飛鳥井戸の流の字を書いたんだよっていうのことがこうあって、で最初のところは親戚っていうか子供だったり孫だったりひ孫だったりというその血筋が同じもので、その後からはその奥家さんであるとか武士であるとか連歌師であるとかっていうような形で、一応身分順にその流派に属した人物の名前がこう挙げてあるという形になります。それからその飛鳥井正親の弟が飛鳥井正康という人物で、この人の祖とする流派が二楽流とか二楽賢流、あるいは二楽賢流と呼ばれる、まあ、流派になっていまして、まあ、お兄さんの流派に比べると人物名が少ないんですけれども、まあ、やはりそれなりに、やっぱ兄弟なんですけど結構特徴が違う
後で見ていただきますけども、はっきり違う文字を書く流派があったりしました。あと、まあ他にもこういろいろ上がってます。そして、もう一つ今回ご紹介したいのが、三条西実隆という、まあ、室町時代の有名な歌人で古典学者であって、まあ、室町時代の藤原定家みたいな人がいますけれども、この人が曽祖とする流派が、まあ、ここにあります三条殿流、あるいは、まあ、彼の号が松陽院というなので、まあ、松陽院流と呼ばれたりもしますけれども、その流派がありまして、こちらはまあ次のページとか帳に移るんですけども、さまざまな人物がこうあります。でここに上がってる人物の数はその映画流ほど多くない感じあるんですけど、実はいろいろ調べていくと、三条殿流っていうのはこう息が長いというか、江戸時代17世紀の前半ぐらいまでは結構その流れを組む字を書く人を見つけることができるので、このリスト以上の人たちがまあこれに属すると、まあ、このリストはあくまでもまあ目安というか、でまたそのいろいろ確認したこともあるんですけど、中にはこれ違うだろうとかいう人もいるんですけど、おおむね、まあ、すみません、確かなあの情報を持っています。で、まあ、こういうものを実際に短冊で確認してみましょうということなんですけども、例えばここに飛鳥井戸の流の祖とされる飛鳥井正親の短冊を4枚並べてあります。で、右からですね、こう、あれなんですけど、まあ、ほぼ年代順になる感じかな、みたいなことでこう並べてあるんですけど、ちょっと1枚最後のものは、ちょっと署名がないので、年代的には難しいんですけども、で、一人の人だって当然その若い時からこう年取るまで何十年も生きてるわけですので、ずっと同じ書き方をしてるわけではなくて、途中で筆跡が変わるってことは、まあ皆さん容易に自分の字考えても理解できると思いますし、それからこの書道の流派っていうのが確立しますと、こう何でしょうね、その正式に書くときと普段の書き方を違えたりとか、あるいはいくつもの流派を学んで一人の人で何通りもの書き方ができるっていうような、めんどくさい人というかすごい人もいたりするので、あんまりこうガチガチに考えるのは良くないんですけれども、それでも例えば、まあ、一番右側のものはこれおそらく一番若い時のものなので、まだこうちょっと古い時代のこうくねくねした書き方がの名残があって、まだその飛鳥井戸の流の書き方が確立する以前かなって思わせるような書きぶりです。で、次の2枚目はもうかなりこうそれっぽい雰囲気ができてきていて、それで出家した、この名前が映画になってますので、正親は俗名で、出家して映画になって、この映画になってからはもう完全にその飛鳥井流、まあ、一目僕なんか慣れてくると一目見ると、あ、これは飛鳥井流だなって分かるような書き方をしています。で、またこれはちょっと珍しい古歌短冊という、その自分が読んだのではなくて、昔の人の読んだ歌をこう短冊に書いた例なんですけれども、ですので署名もないんですけど、これはもう字見ると明らかに飛鳥井正親の字であるということが、この書道の筆跡によってまあ分かるわけなんですね。それで、まあ、ここにこう書いてありますけども、で、この題なんかも非常に読みづらいですよね。これ、分かるる恋っていう題ですけど、この題の書き方も、こんな分かりにくい書き方するのはまだ室町時代も割と早い時期なんですね。これは夕立すぐ、まあ、すぐるとかですね。それから、忍びて分かるる恋とかですね。雲に寄せる恋とかって形になりますけど、やっぱりこのあたりはかなり整った読みやすい字で古代も書いてあるということが言えると思います。で、この筆跡をこう見分ける方法なんですけど、簡単な方法で、本当は江戸時代の本にそればっかり見てちゃダメだとも書いてあるんですけども、この「の」に注目するっていうのが、まず最初にこう判断をつけるときに手っ取り早い方法です。で、もう皆さん学んでおられるのでお分かりになると思いますけど、このの」とこの「の」はもともとの字母、ね、元になった漢字は同じなんですけども、その上の方はまだ漢字の雰囲気を残していて、これはそのもっと続け書きした形で生まれた、今でも使うのですよね。
でこ の, のもう一つ能力の脳の崩し字の脳は、まあ、大体主に3種類を使うんですけど、この2種類がとてもその書道の流派の特徴が出やすいというのは確かです。でこの飛鳥井正親のこの脳、この漢字に近いのをこう 杖をついてるみたいに見えるので杖付きののとか寄ったりするんですけれども、この杖付きのののこの漢字ですね、この払いとあとここのこう丸みとかですね、ここがこう突き抜けてるとか尖ってるとかですね、そういうあとは全体的にこう長方形か正方形かとかですね、そんなところをこう見たりします。それからこの今も使うのはこの最初の書き出しが細くこう入っていくか、ここがこう釘の頭みたいにこうボテッとしてるとか平らになってる、上が平らになってるかとかですね、それからあとここのこう曲げる時のこう柔らかさ、曲がこう尖っているか柔らかく丸まっているかとか、あとまあこの丸みのこう感じですとかですね、そういうその、まあ後でまた違う人の見てもらうと確かに違うなっていうのがお分かりになると思いますけども、やはりその辺りにこう癖というか流派が出やすい、流派の特徴が出やすいというところがあります。でまたですね、この「の」なんかはその同じ人でもやっぱりちょっと書き方変えたりして、この3枚目のこの「の」は割と平べったくなってて、こっちはもうちょっと膨らんでたりするんで、こういう差はもちろん当然あるわけですので、1文字だけで比較するってまあ危険なんですけども、あとこう「の」がなかったらですね、こう「や」とかですね、まあ、そういうあたりもまあ比較的特徴が出やすい、今いくつかそういう特徴が出やすい字っていうのはまああったりしますけれども、まあそういうもの、まあ最初にこう当たりをつけてこれ似てそうだなと思った他の字も比べるということで判断するというふうに考えてください。では続いて このこれを見てどうでしょう。まあ、もちろん完璧に真似るわけじゃなく、まあ、それっぽくというかですね、自然に似てくるわけなんですけれども、ここに、まあ僕が見ても一応こう映画流飛鳥井戸の流に属する人たちの筆跡だと思われる短冊をこう4枚挙げてみました。で、でまたですね、ここに例の将軍足利義政の短冊が2枚ありますけど、やっぱりちょっとですね雰囲気が違っていて、やはりこう変化していくんですけれども、足利義政はですね、和歌と蹴鞠の先生が飛鳥井正親だったんですね。だからそのことはもう確認できていますので、字が似てるのも当然というかなんです。ですので特にこののとこのの2枚目のこのあたりですね、ここに拡大してありますけど、これやっぱここがちょっと尖ってたりとかですね、この漢字とかですね、さっきの正親のこうのと、まあごめんなさい、こっちですね、よくに結構似ている特徴が似ているということを分かっていただけるかと思います。それからこれは珍しく女性の短冊なんですけども、名前が書いてあります。これはですね、位を持っていたっていうかですね、そういうこう女性としての地位っていうか立場が違ったりするんで書いてる可能性があるんじゃないかと思っていますけども、で実はこれはこの飛鳥井正親の娘だと言われてる人なんですけど、ただ今まで知られてるのと名前が違うんですね。今まで政子がしっていうふうに言われてたんですけど、信子選手になっていて、姉妹なのか今まで言われてた名前が違うのか、ちょっと女性の名前って本当になかなか明らかにしづらいんですけども、まあ、ともそれを置いといても、この字見るともう一目見てですね、映画流なんですね、飛鳥井戸の流の字を書いておりまして、だから娘もお父さんの字にこう学ぶっていうことがあったんだと。実は江戸時代でも霊源天皇という江戸前期の天皇のお嬢さんがやっぱお父さんにそっくりな字を書いている例とかですね、そういうのがありますので、
やっぱこう高貴な女性はこう名のあるお父さんの字を学ぶということもあったということが、まあ、もちろん女性風の書きぶりっていうのもあったりするんですけども、男性と同じような書き方をすることもあるのだということになろうかと思います。それからこの白黒のやつはまあ武士なんですけども、岩山道賢というですね、もう出家した名前ですけども呼ばれている若のうまかった人ですけども、この人ちょっとここにこう野がなかったりするんですけど、矢がまあ似てたりするんですけども、やはり飛鳥井流だということがこう 見てわかるような字で書いてあります。まあ、この台の崩し方って書く人にもよるんでしょうけど、これは稀に合う恋っていうですね、まあ、台になったりしてますけど、まあ、漢字になれるのはなかなか難しいかもしれませんけども、まあ、あの赤の台ってのはある程度こう決まってるっていうか、そういうところで慣れていくのも良いかもしれません。で、今度はですね、あの映画の、まあ、親族というか、まあ、息子の字をですね、こう集めてみました。で、飛鳥井正親の息子、正利という人なんですけども、まあ、ここに3枚並んでいますけれども、これらはですね、あのまあ、やっぱりまあ多少こうやっぱり年によって変化したりもしますけども、やはりこう拡大してみますと、その映画流の特徴をこの野なんかもですね、やっぱ示しているということ、やっぱりそのちょっとした個性はもちろんあるんですけども、基本的な書きぶりが似ているということが言えると思います。でまたこの4枚目は、これはあの実は全然よくわからない人です。この純賢という人は、ただそのこの短冊に貼ってある紙に大内市内連賀市って書いてあるので、あの大内守護大名大内氏に仕えていた連賀市であろうということが推測つくんですけど、短冊は何枚か見つけられるんですけど、本当に具体的にどういう人であったかよくわからない人物なんですけども、その筆跡を見ますと、もうこれがまた明らかにですね、その飛鳥井戸の流の特徴を示していますので、やはり飛鳥井家に和歌を学んだ、正利はあの山口に下っていた時期もあったりしまして、山口で死んでいますので、まあ正利の弟子かもしれないんですけども、そのようなことが分かったりするということですね。こういうことがあります。それから続いて自楽賢流に行きますけれども、これも一番、右端の位置に寄する像っていう雑っていうやつは、まだ若い時で崩しがきつくて読みづらいんですね、正康。だから出家して宗正という法名になった頃から非常に彼の特徴が出てきて、こう先ほどの正親のものよりこう字の太さ細さにメリハリがあるというか、太いところと細いところがはっきりしているのと、一文字一文字がまあ正方形に近づいてくるというかですね、正親と違うのはこう優美なっていうか、特別に際立った個性がない字とも言えるんですけども、弟の正康は非常にこう個性的な字を、室町時代でも個性的な字を書いている人物なんですけれども、で、まあこのその特徴がありまして、この3枚がそうなっていまして、脳をやっぱり比べてみますと、やはりこうやっぱりちょっと近いといえば近いんですけど、太さですとかですね、からこの脳なんかもこうちょっと似てるんですけども、あの少し違いがこうあったりする、まあ、とにかくその太い細いのメリハリっていうのが特に大きな特徴になる、なります。でその自楽賢流に属すると思われるものがあるんですけど、この最初の2枚は先ほどの足利義政の息子の、将軍足利義久なんですけども、彼も蹴鞠と和歌を飛鳥井正康に学んでいたということが記録で確認できる人物ですので、やはりその書いた字もですね、師匠によく似ているわけですね。あの特にこの白黒の2枚目の方なんかは、あのこの杖付きの野にですね、やはり自楽賢流、自楽流のこう特徴が出ています。それからこの安道という人もよくわからないんですけど、この江戸時代の鑑定書には自楽賢内と書いてありまして、今村左京と書いてあるので、今村安道という
まあ、人物らしいんですけど、多分マザヤスの家来ですね、家のことを取り仕切ってたような人物だと思うんですけども、この人がやっぱり自分の主人とよく似た字を書いていたということが分かります。それからこれは、若さですね、今のあの京都府の北の方ですけども、そこの守護大名であった武田元信という人の短冊なんですけども、この字を見るともう完全に自楽権流ですので、彼も正康の門弟であったということがこの字から分かります。それからやっぱりその息子のですね、あの孫の信豊という人もですね、かなり崩れてきてはいますけども、まだそのまあおじいさんの字に似ているというかですね、自楽権流の雰囲気を残しているということが分かったりもします。これは夜景の夏草、野の道の夏草、これは橋に寄する恋とかですね、旅白の夏の月とかですね、まあ大本当に面白いですから、秋の恋とかですね、あります。まあまあ花を待つ、待つ花、いろんな読み方しますが、それから、最後の三条殿流になりますけれども、これはちょっと珍しい、その実高の白短冊です。で、これはなぜ白短冊かというのは、裏にいつの回かということが書いてあって、ここに文明9年10月20日の更新の日だと。更新歌会って書いてあって、更新の夜っていうのは一晩中起きていかなきゃいけないという、まあ、信仰がありましたので、それで起きておくために歌会をこう内輪でやったらしいんですね。その時のそういう詩的な会なので、そのあり合わせの白い紙で短冊を作ったという、まあ、例になります。で、題も高谷に寄する十回とかいうと非常に面白い珍しい題なんですけども、これまだ若い時なので、23歳ですので、まあ、所有院流の雰囲気が出かかってるけど、やっぱまだちょっと完成してない感じですけども、この2枚目以降はかなり彼らしい雰囲気の字になっていまして、こう例えばこの今も使うのが、最初の書き出しがさっきの正親とかと違ってこう太く始まるっていうかですね、こう一回筆をこう置いて、こう書き始めるっていうのがこの分かりますね。さっきの正親のはこうそのまますごく筆を動かしながらスーッと入っていく感じですが、これは一回紙の上で置いてから書き始めるっていうところにこう違いが出るわけですけど、それからあとこのここの左側の角をあまり角張らせないと丸くこう収めるとかですね、そういう特徴があります。それからこの杖付きののもやはり最初の書き出しが一回筆を置いてこう割と長く書いて、それから全体的に縦長に書くとかですね、そういう特徴があったりします。で、こう、まあ、あと他の字もまあいろんな特徴があるんですけども、非常にスマートな字で、結構あの室町時代に人気のあった字だといえて、結構こう本でもいろいろこの雰囲気は見ることがあります。で、その属する人の字ですけれども、この金枝という人は息子でさ、ですので、まあ、当然似ているというふうに、ちょっと脳がないんですけども似ていて、実代というのはこの金枝の息子なので、まあ、孫になりますけど、やはりこうよく似たような字を書いています。それからこの櫛崎堅殿って書いてある、これはあの今の山口県の櫛崎神社っていう神社の神主で武士でもあった大内氏の家臣であったということぐらいしかわからない竹光という人物の短冊なんですけど、もう字見るとですね、もうこれでもかっていうぐらいにその三条殿流の特徴をこう示していてですね、この最初に一回押さえてとかですね、この細長い漢字とか、とてもあのよくわかります。あのこんな感じでですね、この今矢なんかのここにこうちょっとぴょんと飛び出すとかですね、そういうところがあったりしますけれども、こんな感じで確認できるわけなんですね。でさらに、ことの時間がなくなってきましたけども、これをこう筆跡で見るとですね、例えばここに室町時代の平田墨梅という人物が書いたとされる伊勢物語があるんですけれども、この字は先ほどの子を見ますと、とても映画流、飛鳥流的な
こう優しさというかですね特徴を持っておりまして、やはりその平田ボグバイという人はこの映画流に属する人物であろうということが考えられます。でこれあの他にいろんな資料からどうもボグバイで良さそうだってこともまあ分かるんですけれども、あのちょっと字がうまいお坊さん的な人出家者でこういう本を写すのをある種仕事っぽくしてた人のような感じです。それからこれはあの藤原定家の藤川訳史というものをこう漢詩本で巻物で書いたものなんですけども、これにはどこにもこの飛鳥井正康とかいうことも書いてないですけど、この字の雰囲気はもう明らかにその自楽権流自楽流の字を示していますので、まあ、そういうことが正康かその周辺の人物が著者したんだろうということが分かります。それからこれはその個室切れというその古い本の1ページ分切り取られたものなんですけども、これはもう一目見るとですね、これはもう所要院流三条殿流だということがこうよく分かる書きぶりを示していて、梅替えの巻、源氏物語の梅替えの巻なんですけども、こう拡大のを拡大すると、特にこっちののなんかの特徴ですね、こうよくわかります。でこれいろいろ比較していくと、あの実高ではなくて息子の金枝の筆跡らしいと、これもいろいろ調べていくと、まあ、お父さんと息子よく似てんだけどちょっとした個性というか特徴があったりするので、そういうことからもまあ分かったりするんですけど、そういう特徴をつかむ上でもこの短冊っていうのは結構たくさん残ってもいますし、最近ネットとかでもいろいろ画像が公開されたりもしてきていて、例えばその筆跡を確認する上で、これはもう江戸時代になってからもそうですけども、あとそのいろんな江戸時代の徘徊史とかですね、そのいろんな人が才覚とかもありますしですね、いろんな人物が短冊残してますので、短冊でその人の筆跡を学ぶということはとても役に立とうかと思います。まあ、あとですね、短冊いろんな利用の仕方するんですよってことで、これらは漢詩を書いた短冊、詩短冊と呼ばれるものですね。でこれはどうも、祇園じゃなくて島原の遊女の小満という遊女の書いた短冊、しかも今井を書いてるってちょっと面白い短冊で、それからこれはお遊びというかですね、今でも米粒に字書いたりしますけども、これ1枚の短冊に100人称が全部書いてあるとかですね、そういうこう一応拡大するとちゃんと読めるんですけども、こんなまあお遊びみたいな、これはもう江戸時代も下った時代のものですけども、でまたこの実は全然雲紙じゃないんですけど、雲紙っぽいデザインですけど、この装飾の特徴とか技法からまたこの時代、短冊の時代を明らかにもできます。たくさん見ていくとですね、でそうするとそのこれのこの短冊、この字はいつぐらいの字だとかですね、時代判定にもこう短冊の特徴は利用できたりもするんですよということになります。で、まあ、最後のまとめはもう当たり前のことしか書いてないんですけども、さっきお話ししたのと同じですので、まあ、短冊に慣れるとですね、いろいろ読む崩し字に親しめるようになるし、またまあ平安時代、まあ、学びやすい。ただし平安時代の崩し字っていうのはこれは専門的に集中しないと僕もすぐには読めません。ちょっと慣れるまで時間がかかります。っていうのはひらがなの仮名の種類が多すぎてですね、鎌倉時代以降使わないやつが多いので、それを思い出すのに少し時間かかるのと、あとやっぱ崩しがきついので、とてもかえって室町とかに慣れちゃうと余計読みづらくなったりするんですけども、まあでもまあ基礎はできているので平安時代にもまあチャレンジしやすいと。あとまあ日本の古典資料は本示されていなかったり紹介もされていない資料がもう非常にたくさん残っていますし、今インターネット上にもそういうものが大量に公開されてもいますので、例えば崩し字が読めるようになると研究も一層楽しくなりますし、世界もぐっと広がりますので、どうぞ楽しんで学んでいただきたいということです。それから、まあ、短冊というのはそのレンガや徘徊でも用いられますし、近代囲碁も使用されてますので、明治とか大正とか今でもまあ使ったりしますので、膨大な数が残っています。ですので江戸時代の無名の人物、誰っていうような人だと下手するとですね、
1枚100円とかですね、200円ぐらいで売られてたりもするんですね。まあ、京都とか東京のそういう店に行くとですね、まあ、京都の方が大量にあったりしますけども、ですので、まあ、あのちょっとしたお土産的にですね、何枚でも買って、それでも何千円かで何枚も買えるっていうようなことで、それを買って見比べたりすると親しんだりできますし、また楽しく勉強できるのではないかというふうに思ったりします。ぜひどんどん学んでいただいて、日本の書物文学等々の楽しさにどん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 親しんでいただければと思います。ちょっと最後駆け足になりましたけども、私のお話は以上です。どうもありがとうございました。ご質問ありましたらお気軽にどうぞ。先生ありがとうございました。本当にありがとうございました。素晴らしかったです。短冊の世界と筆跡鑑定の、世界のいかに、奥深いということはよく分かったかと思います。一応画面共有を止まらせていただきますね。はい、本当にどうもありがとうございました。私の方からはいくつかの質問はございますが、まず、一つの質問させていただいて、それから他の参加者に、質問していただいて、で最後にもしも、時間がありましたらまた私の方からご質問させていただきますけれども、一つはおそらく参加者の皆さんも、望んでいる情報というかあれかと思うんですけれども、この短冊のお勉強ができるような、教科書的とか、まあ、短冊の写真と本国があるような資料があればぜひご紹介いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。はい、今実はいろいろ短冊手鏡っていう本がありまして、だそれ結構前に出て何万円もする本なんですけど、写真がバーってその短冊手鏡を全部写真に載っけていて、後ろにその本国もついていたと思いますので、そういうのがあるんですけども、あとですね、たまたま今手元にあるんですけども、これ写りが悪い、透明になります。ちょっとはいはいはい、そのままですね、この宮内庁じゃないな、宮内庁三の丸肖像館っていうところが出した、ちょっとこう普通の一般の書店で売られてないので、ああ、さすがローズさんお持ち。というですね、前田家伝来個室短冊手鏡という、まあ、冊子が出たばかりで、これは一斉堂書店とか日本書房さんとか、あるいはローズさんとかに問い合わせると変えたりもするんだと思うんですけど、販売されてるんですけど一般書店には流通してないんですけども、これがその加賀前田家のこの短冊をですね、カラーで非常に質の高い短冊を全部カラーで写真が上がっていて、そしてやはり後ろにその解説、人物どういう人かっていうのと、その読み下しとかですね、それも全部ついているんですね。これ2000いくらぐらいのものだったと思う、ちょっと入手が難しいですけど、これはカラーですしですね、筆跡短冊手鏡ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、みんなが日本の古本屋のウェブサイトに行ってるかと思うんですけれども、今は私も含めて、はい、ありがとうございます。先生、では参加者の皆さんにもぜひご質問していただけたらと思います。はい、陽子さん、陽子さん声を出して、お願いします。はい、はい、佐々木先生講義ありがとうございました。私の質問は、パチモンをつかまないようにという先生の話について、質問させていただきます。はい、先生の3月のビデオでは、単独本のパチモンがたくさんあるので、はい、つかまないように、単独本の場合は水銀が含まれていて非常にカラフルであるというのがまず一つの見方だというふうにおっしゃっておられます。はい、今回はこの白短冊について偽物がたくさん出て
で出やすいので気をつけてほしいというふうにおっしゃっておられました。あの先生のご本などでこのパチモンをつかまない方法といったような伝授本というのは出されておりますでしょうか。まだ書いたことがないですね。あのちゃんとしたものに、はい、今日は初めてこうちゃんとこういう場でお話ししたかもしれません。あのいろいろ、まうん、偽物を紹介された報告はあったりしますけども、ちょっとあの本当にあの古い有名人の短冊は、特にその古い有名人の白短冊はそうですね、ほとんど偽物だと思っていた方が無難だと。あの特にですね、健康とかですね、もう健康の短冊はですね、ほぼ 99% 偽物ですね。で面白いのはですね、昔の人も楽しんでるのかですね、他の人の歌を書いときながら健康って署名してるんですよ。で調べるとこれ人の歌じゃんとか分かって、もうあの偽だっていうのが分かるんですけど、ただ昔の人はそんなのなかなか調べる術もなかったでしょうから、偽物を作るときに他の人の歌を参考にしたってことなんでしょうけども、そんな例もあったりします。はい、あとあの、で、あの今日ちょっとその、まあ、しっかりお話ししませんでしたけども、あの雲紙の雲の色と形状も実は時代によって変化していきます。これあのこんな勝手に並べてみると分かるんですけれども、別にさっきの本でも分かるんですけども、だからこの雲は例えば17世紀だとかあの18世紀だとかっていうのがありますんで、その書いてる人物の年代とその雲が合ってるかどうかとかですね、そうすると雲紙の偽物を見つけやすかったりするというような、ちょっとあの短冊の本物偽物を見分けるのは相当出来のいい偽物、要するに作るの簡単じゃないですか、紙一枚なんで。だからあのものすごく偽物が多いので、ちょっとあのだからあんまり高い短冊は買わないように、最初のうちは買わないようにしておこうみたいな、あんまり全然お答えになってないんですけども、そんなことかと思います。はい、もう一点よろしくお願いいたします。はい、例えばあのナショナルギャラリーというロンドンにあるギャラリーでは、はいはい、あのオークションで誤って買ってしまったパチモンをあの今後の教育にということで集めて、一室に集めて、その偽物ギャラリーというものをあの取っているというふうに聞いております。指導文庫とかあの形容でまさかあのパチモンをつないと捕まれるということはないと思うんですが、日本でそういった偽物を集めてもう今後の失敗に生かすために勉強させるというところはございますでしょうか。ですね、実は昨年指導文庫でやった展示はちょっとまあ寄贈していただいて、プレゼントしていただいたもので、偽物っていうのをこう偽物の価値というか意味というか、そういうものをこう見せるっていうことで、こう全部じゃないんですけど展示会の一部にそういうことを出したりした例っていうのがあって、そういうような部分的な利用っていうのはあったりすることもあるし、あとこれは専門の学芸員から聞いたんですけど、もうわざと偽物を混ぜて展示するっていうこともあるみたいです。ただそれは偽物と書かずに出しちゃうみたいなんですね。まあ、それはいろんな目的があるみたいなんですけども、まあ、なかなか難しい世界ですけど、やっぱりあの偽物だっていうのでこうただ切り捨てるんじゃなくて、やっぱりそれがある意味とかですね、それからその要するに勉強の、絵画もそうですけど、勉強のためにそっくりに写したやつと、こうお金儲けしようと思って、まあ、悪意を持ってっていうか写したやつっていうのはまたそもそも別なんだけど、いつの間にかそれがぐちゃぐちゃになっちゃうとかですね、まあ、難しい問題あると思うんですけども、あのまあとにかく短冊は簡単に作れるので、そのあたりは難しいのは確かで、まあ、とにかくいっぱい慣れていくうちに、あのだんだんこれは違うなとか言って分かるようになるんですけど、まあ、短冊の専門家になってくださいとも言い難いんで、あの、まあ、ご相談ください。何かあった時に私にご連絡いただいて、これはどうでしょうかとか言っておっしゃっていただければ、私なりのもちろん 100% は正しいとは言えませんけども、あの見解はお伝えできるかと思います。はい、ご指南ありがとうございました。どうぞ。ありがとうございました。はい、ゆきこさんどうぞ。あ、佐々木先生、ここ講義ありがとうございました。あの日本語で聞くことができまして、あの体にすっと染みていました。あの
先生は中世ご専門だと思うんですけれども、中世ご専門の佐々木先生から見られて、こう研究対象として書の観点からこう掘り下げがいがある江戸時代のこうもの、まあ、研究対象物というか、そういうものっていうのはどのような分野にあるのでしょうか。例えば和歌だったり俳句だったり、こうどのような人が書かれているものであるとか、先生の観点から見てすごく面白 い、私、まあ、江戸時代も大好きで、まあ、どの時代も好きなんですけども、まあ、いろいろ集めたりとか見たりもしてるんですけどもですね、個人的にはやっぱりその公家社会における書風の変遷っていうのが一番興味があります。さっきもお話ししましたように、17世紀いっぱいっていうのは室町の名残があるんですけど、それが18世紀ぐらいからガクッとこう耐えちゃうというかですね、それでこう変化してって、また19世紀になると19世紀の流行っていうか、それが非常にこう全体を覆うみたいな、そのまあこれは公家中心の文化だけの話ですけども、そういう違いがあったりするんですね。それで書道の歴史を専門に学ぶ人っていうのは、平安が最高で、かなわ平安が最高 で平安を真似た江戸の初めが良くて、あとはもう全然興味ないっていうところなので、鎌倉室町もあんまり研究されてませんし、で江戸も早いところを除くとあんまり研究されてないので、まあ、そういう研究されてないところをこう調べて、こう意味とか価値とかっていうのを紹介できるのが一番楽しいというかいいんじゃないかなとも思いますし、あとまあそのやっぱり例えば徘徊しなりの字というかですね、こう職業とかそういうのでまた書きぶりが違ったりとか、こう儒者の字っていうのはまた儒者の字っていうのがあるしみたいな、そういうのの違いっていうのも面白いですし、あとまあその最近結構注目も浴びてますけど、女性の字ですよね。女性の人というものの変遷とか独立性とか、そういうところも楽しいですし、あと一番インパクトがあったのは遊女の字でした、うん、これはまたいろいろ問題ありますけど、資料も面白いと思いますし、資料も結構残っています。すいません、なんか取り留めもないんですけど、いやとてもありがとうございます。やっぱりこう書道の先生方っていうのはやっぱりそのなんて言うんでしょうね、そのバッサリ切られますよね、江戸のことを、はい、なのですごくこう何も質問できなくなっちゃうんですね、学ぶ側としては、はい、よくわかります。なのでとてもすごくこう悲しいというか、やっぱり江戸の文化って非常に面白いと思うので、はいはい、すごくこうそこっていうのはこうまだ研究されてないニッシュな部分であるのかななんて思ったんですけど、先生のお考えもお聞きできてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。江戸時代のその書道史的な観点っていうのはまだまだ本当にやることだらけです。まあ、室町とかもそうなんですけど。なるほど。ありがとうございます。ゆきこさん、ちょっとこう何修士課程、博士課程のテーマが決まりそうかな。ちょっと膨らんできました先生。膨らんできましたね、佐々木先生のおかげで。はい、ありがとうございます。どんどんご相談ください。はい、ありがとうございます。はい、他にご質問はありますでしょうか。もしありましたら、電子の手を使っていただけたら。私のスクリーンの方にパッと出てきますので助かります。今陽子さんが、山本さん、はい、山本さんでしたか。ローズさん、カウンセルさん、どうぞローズさんよろしくお願いします。はい、すみません。先生ありがとうございました。とても興味深い講義で楽しかったです。ネットのインターネットのどこかで見てたんですけど、また将来にフューチャーランで新しいコースを出すとか、そういう予定はありますでしょうか。実はもう結構作ってるんですけど、これは大英図書館と共同でコース作ったんです。その日本の本だけじゃなくて、その西洋の活字本と日本の活字本の比較みたいな
こうコース作っているんですけど、あのコロナのせいで、新型コロナのせいでダイエット書館のロケができなくて、本当はもうとっくの昔に公開してるんですけど、それであの一応こうオンラインで撮影もしたんですけど、やっぱり寂しいねと、やっぱ現地で撮りたいよねっつって、あのずっと伺える機会をあの待ち続けていまして、ちょっとまだ公開がいつになるかはっきりしないんですけども、まあ、そういうコースはあの作っております。これも主にあの枯渇地盤とかそのあたりに焦点が当たる感じになります。ありがとうございます。とても楽しみにしています。ぜひまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に楽しみにしておりますね。他に質問はありますでしょうか。はい、ゆかりさんお願いします。佐々木先生、高井ゆかりと申します。はじめまして。カナダのトロントから今京都の日文圏に1年来てるんですけど、そうですか。あの本当にあの豊富な情報と、あの私にとって新しい短冊の世界お話ありがとうございます。質問はですね、今あの佐々木先生が最後の方であのユキコミラさんへ の, あのお答えの中にあったその遊女がですね、その、ま、和歌を作って、でしかも短冊に作っていたので、はい、お話の中でも私も非常にびっくりしたんですけど、とても綺麗な字でですね、あの配置も非常に美しくて、そういう短冊があって、こういうものを要するに何て言うのかな、想像、まあ想像したというか、その書いた女性たちっていうのは一体どういう人たちなのかなという、非常にこう、まあ、単純な質問なんですけれども、あの、ま、残りの時間も限られているかと思うんですが、あのお話しいただければと思います。まあ、主にあの、まあ、ずっと江戸時代通じて遊女の手紙とかそういう書いたものってのはまああったりして、まあ、一種この芸能人のサインとかブロマイドのサインみたいな感じで、あのやっぱりその欲しがる人がいたっていうことはまあ明らかなんですけども、うん、特にその、京都のまあ江戸時代の初めの時期のその島原、京都の島原の遊女たちっていうのは、そのお客さんというかその人たちがそのお公家さんであったり大名であったりとか、あるいは豪商であったりとか、そういうその教養の高い人たち、身分も高く財力もあって教養も高い人たちなので、その人たちとまああのお話をするために遊女たちもものすごいこう教養を身につけて、あの もちろんあのこう楽器もできるし、あの漢詩も和歌も読めるし、で書道もできるしみたいな、他にもいろんなことができるみたいな、こういうことを一生懸命学んでいて、実際に ある程度明らかになっていて、その書道の先生が、まあ、決まった日にやってきて、遊女みんなでこう字習ったりとか、あと和歌の読み方習ったりとかいうようなこう文化というか、そういう生活をしていた中で、その彼女たちがそのまあ色紙だけじゃなくて、実はあの漢文美人画っていう漢文年鑑にあの浮世絵の祖と言われているその遊女の肖像画を描くことが流行りまして、その遊女の姿を描いて、その描いた遊女に上に和歌を描いて、本人が和歌を描くっていうのが一つの定型になって、その広がったっていうようなこともあったり、あとまあ絵がなくて文字だけのものも、そのいろんな遊女のコレクションした本とかもあったりするんですけども、そんなような形で、特に17世紀の島原の遊女の筆跡っていうのはそういう感じで、さっきの小満のものもその流れというかあるんで、またそのだから先生が同じなので一つの流派的なものもあったりするみたいです。はい、どうもありがとうございます。とても興味深いです。先生、ちょっと これの質問への引き続きなんですけれども、あのこのような今日あの参加あの時差の関係で参加してないと思うんですけれども、うん、画像をご覧になる葵さんが、やはり友情のことを研究していますので、もしもあのこの友情のに関 の, あの手紙とか筆跡に関する本とかは あればあのご紹介いただけたらと思いますが、
研究論文、まあ、ちょっとにわかに思い出さない、実は以前教えたことのある学生が修士論文に書いてすごく面白かったので、うん、出版しろって勧めたんですけど、はい、もう研究やめますとか言ってその修士論文は僕の研究室にあって眠ったままでもったいないなと思ってるんですけども、まあ、それはそれつもりとして、要するに色道大鏡っていう有名な作品がありますよね。あれに出てくる遊女たちがその色紙とか短冊とか残してる人たちなんですよ。だからそのあたりのこう研究っていうか、色道鏡から入っていくといろいろ世界が広がるんじゃないかと思いますし、あとは僕の勤務してる指導文庫、まあ、僕も個人的にも持ってるんですけども、遊女の筆跡資料が、まあ、ちょっとまとまっていたりもしますので、もし興味がありましたらぜひおいていただければと思います。わかりました、ありがとうございます先生。時間は、まあ、ちょっと過ぎているんですけれども、他に質問とかありますでしょうか。あ、クリストフェーさん、先生もうちょっとこうな長引いてしまう。僕は大丈夫です。はい、クリストフェーさん、はい、どうぞ。はい、佐々木先生、大変ありがとうございました。興味深い話ですけれども、ちょっと探索のいろんな種類を見てちょっと気になったんですけれども、はい、先生が、雲紙と白紙の2つの種類だけちょっと区別をつけられましたけれども、それ以外の種類もあるんでしょうか。見せていただいた、短冊の中にはいろんな模様があったわけなんですけれども、それすべて雲紙ですかね。それちょっと気になりまして。なるほどなるほど。ちょっと時間の関係もあって説明不足なところがあったんですけれども、いやいや、これはもういい質問いただいて、ちょっと補足ができるのでありがたいんですけれども、結局そのさっきもお話ししましたように、室町時代が始まったぐらいから公式な花会では雲紙を使うというルールができて、これは江戸時代になってもずっと幕末まで引き続きます。でそれはあくまでも公式な会のものであって、でこの、まあ、奥下さんがこの短冊、あるいは高級な武士がそれを使ってるうちに、その短冊という、まあ、便利な道具というか、和歌やなんかを書くようなものというのがどんどん普及してきて、で江戸時代になって、そのレンガ師であるとか俳諧師であるとか、いろんな人が短冊を使うようになると、これは公式な会ではないので別に雲紙を使う必要はないということで、もう本当に何でも一種紙であれば何でもいいわけですよね。なので江戸時代、特にまた装飾紙がいろいろ発達して、いろんな技法の紙がどんどん作られていきますから、そういうもので、もうちょっとにわかに説明できないぐらいのいろんな種類の短冊というのが存在しています。でまたそれから短冊はもう一つ、そのさっきの古歌短冊っていう古い人の歌を書くっていうのがあったように、そういう、こう有名な古い人の歌を字の上手い人が綺麗な紙に書いて、それをこう屏風とかそういうのに貼り付けて室内装飾に使うというような、そういう利用の仕方も特に江戸時代にこう流行りまして、そういうのはこう綺麗に見せるために、本当にこうカラフルな赤だったり青だったり緑だったりっていういろんな色の、しかもそこに金銀のこう装飾をこう加えた豪華な短冊というものもたくさん作られていて、これもですので、その今日はあくまでも和歌会、公式な和歌会に使ったものだけお話ししたというふうに理解していただいて、で最後にちょっとだけいろんな種類ということでもないですけど、こんなのもありますよっていうふうにお話ししたところが、実はあれはもっとものすごいいろんな種類があって、とても僕も整理つけられないぐらいいろんな紙の種類があって、中には紙じゃなくて経木って分かりますか、木を薄くスライスした木のスライスの短冊の形のものを使ったりとか、まあ本当にいろんなものが使われたりした例もあったりするので、
まあ、面白いというか、江戸時代こそ短冊の時代といってもいいぐらいにいろんなものがありますので、ぜひいろいろ見ていただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。先生ありがとうございます。すみません、ちょっと時間をオーバーしてしまいまして、他に質問ありますでしょうか。私ちょっと最後に、ごめんなさい、最後に、以前もこれについてお伺いさせていただいたことがあるかと思うんですけれども、それこそ筆跡鑑定の世界には AI が加わっていくんでしょうか、うん、ということですよね。はい、なんか役に立ちそうな感じもしないわけではないんですけれども、はい、いかがでしょうか。これその崩し字 AI 開発してる方たちにも私も直接お話ししたことあるんですよね。作ってくださいと結局今の崩し字 AI だっていろんなデータとこぶつけて似てるとか似てないとかで これは何ていう字だっていう判断してるわけですから、そこをちょっとこうなんかシステム変えれば同じ人が書いたか違うかとか、そういうことをすること自体はもう技術的にはおそらくできるんだろうと思うんですけれども、まあ、問題は要するに需要の問題というか、そういうものを作るということがもちろんペイなんかしないと思うし、業績になるかならないかとか、その開発する側の方たちっていうのはいろいろそういうね、こうことにこう問題があるので、多分できるんだろうけども、なかなかそれを実際に作るかっていうと、よっぽどみんなが声揃えてあるいは基金を用意して資金を用意して作ってくれとか言わないと実現しないのかなとも思ってはいるんですけど。なるほど。絶対向いてますよね。あとは例えば仮想研が使っているようなシステムでも、ね、もうちょっと興味あるんですけどね仮想研の筆跡鑑定もうちょっとちゃんと勉強したいっていうか思っているんですけれども、あれね、いろいろこう重ねたりとかやってますじゃないですか。でもその文字を重ねるぐらいのことはもう今は誰でもパソコンがあればできる時代になっちゃってるわけですよね。だけど、まあ、要するに重ねた上でどうこうっていうところだろうと思うので、その判断の基準っていうか、それをどう設定するかっていう、それをまあ機械任せにできるかどうかっていうところだと思うんですけども、はい、ありがとうございます先生。本当にごめんなさい、こんな長い時間に付き合っていただいてどう感謝すればいいか、本当にありがとうございました。じゃあ拍手させていただきます。本当にどうもありがとうございました。またどこかで皆さんと直接お目にかかれる機会があることを願っております。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ゴレッティ先生に今日の、パワーポイントを PDF にしたデータを共有していただけるようにお送りもしますし、ありがとうございます。あとその私のメールアドレスも皆様にお伝えいただけて、なんかもしその本に関する質問や何かありましたらお問い合わせいただければというふうに思いますので。わかりました。じゃあ、はい、メールアドレスを教えしてもよろしいですよね。はい、わかりました。ありがとうございました。先生どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私ちょっと残りますね。ちょっと待ってください。じゃあ私も残ります。失礼します。はい、ちょっとレコード終わります。